いいかも、うん、毎回オフモードになっちゃう、うん、オフだし、うん、毎回ラジオとかになっちゃう。ああ、なるほどね。化粧落としちゃって。確かに確かに。ちゃんと喋ります、今日は。イエイ。ちなっちゃんも一緒にやってます。隣でやってみた。ショールーム元気？ね、うちの今日の購入品見てほしい。え、あれだけじゃないの？まだあるの？うん。お、めっちゃ可愛かったの。すごい、いいな。ちなつとショッピングに行きたい。え、行こうよ。なんか連れてってよ。買い物行こう。1万円渡すから買ってきてほしい。え、ねえ、うちさ、千葉のアウトレット行きたいんだけど。え、どこどこ？木更津？どこ？幕張か木更津じゃないアウトレットだった。え、コストコあるとこがいい。コストコ？南船橋です。あれ？あ、違う違う。ララポートですか？東京ベイ店。そこもまあよくあるよ。でもアウトレット行きたい。アウトレット木更津かな。まあ、幕張でもいいけど。木更津がいい。木更津いいよ、めっちゃ。安いよ。 YouTube の動画撮りながら行こうよ。最高じゃん、うちのドライブでね、うん、そうそう。どこ待ち合わせがいいかね。え、どこでもいいよ、拾いやすい。ちなつん家遠いからこっちまで来て。え、いいよ、全然。したら迎えに行けるな。木更津まで私車で何回も行ったことあるから、ね、行けるよ。早くない？あら、それうちに。ちょっとうちが着るっていうのどう？一回来てみる。え、来たい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 。ちなっちゃんの今日の購入品をあやちゃんに着てもらいたいと思います。こちらの洋服のポイントなんですけども、はい、柄がですね、レオパードになってまして、レオパードだって、パフスリーブですね。パフスリーブ、パフスリーブになってるんですけど、なんと、うんうん、こう袖にちょっと可愛いデザインが入ってるんです。あ、素敵じゃん。でこちらなんですけど、実はここチャックを開けるとオフショルになるんです。やだ、それ私オフショルできたいな。こうなるんですよね。素敵じゃないですか。これでちょっと丈が短いんでデニムにちょうど合うかなと思います。すいません、今日私デニム履いてます。デニムに合う洋服の方をちょっと用意させていただきましたので、じゃあ試着の方よろしくお願いします。インスタライブみたい。インスタライブ。今回ですね、ルミネの方で購入させていただきました。お店の名前がちょっとよくわかんないんですけども、1階にありますね、お店なんですけど、ずっと可愛いなって思って 3,4 回見て、ちょっと今日はどうしても恋を忘れられなかったので購入させていただきました。ということで、こちらの方でもね、ちょっとあやちゃん、私が写ってあげようかなっていう感じで。ありがとうございます。めっちゃ難しいんだけど、これ切るの。ちょっとね、合ってるかな。いや、合ってるよ、間違えてない。今回購入させていただきましたお洋服の方ですね、アイドルをされてる梶島彩さんにちょっと来ていただきたいなと思いますので、皆さんちょっとお待ちください。質問の方ありますか？お色ですね、お色です。お色はピンクと、あと水色かな、あとアイボリーみたいな色がありましたね。 3色くらいあったような気がします。ファッシそうなんですよ、店舗の方にですねありましたので、ぜひ。そろそろ着替えが終わるところですかね。はい、オフショルなしで行ってみます。さあ、ちょっと来ていただきたいと思います。どうですか？合ってる？合ってる。どうですか？あ、短い。すごい短くてびっくりしました。これは合ってるんですか？あ、でも可愛いんですよ。大丈夫ですか？なんか衣装みたいですね。ちょっとお腹先、ちょっと油断して。いや、そんなことないですよ。割なんか、はい、かわいいですね。はい、ザブーン洗濯やっちゃおう。こんな感じで、汚れ洗っちゃおう。これがね、ワンポイントになってる。気分は晴れマーク、ザブーン。お洋服なんですけども、こちらですね、ちょっと長くてお邪魔だなと思ったら、前の方で縛ったりもできるみたいなので。そうなんですね、ここですか？あ、そうですね、頭でも縛れちゃったりするんですよ。ぜひこんな感じで、ちょっと短めのお洋服になってありますので。ものすごい短いんですよ、これ。着ても短いかな。試着してないの、これ？してない。知らない。でもうち162センチあるから。あ、じゃあうち多分普通なんだよ、多分。カジだと腹チラじゃなくても、なんか腹で。でですね。腹でです。こちらの洋服ですね。これさ、本当にインスタライブでやったら売れないよね。カジが来たらね。なんか売り上げ上がらなそうだ。え、うちでも無理かな。何が？うち似合うかな。ちなつん似合うでしょ、こういうの。着ようかな、じゃあうちも。いける今。
ザブーンやばい。だってちょっとこっちにも見せて。ザブーン、こちらですね。デニムに合わせるとこういう感じのお洋服になります。ちょっと立つとマジでお腹しかない。こんな感じでザブーン、ちょっとね、長めのこういうものが入っていて、前で締まることもできますよっていう感じでございます。じゃあ続いて私のもね、ちょっと一回着てみようかな。え、ちょっとうちも脱がなきゃいけないんだよ。やばいやばい。ほんでね、これお腹のすべてが見えそうになってる。ね、でもうちも見えると思う。でもインナー着てるのよ。こんな感じのお洋服をね、ちょっとご購入させていただきましたので、気になった方はちょっと夏にね着たい感じの、やっぱ夏はね腹出さないとやってらんないでしょっていう感じですからね。一旦ね、私も試着してみたいと思います。買ってからですけども。でもね、柄がねすごい、気をつけてね、気をつけてね。振りかな。お腹ね、お腹ね出してるからね、気をつけますわ。もう今日のトップスもねめっちゃ短いの。なんかでもこれはちょっとさすがに超なんか夏のギャルみたいになっちゃうから、ちょっとフリーサイズ、フリーサイズ、嘘、もう一個でかいのだったらな。いや、そうだね、ちょっと。いや、こんな感じで本日ね、商品を皆さんにご紹介していけたらなと思います。よし、すごいね、可愛くない？可愛い。いや、うちはそういうのめちゃめちゃ好きなんだけど、似合わないっていうのがちょっと難点だ。本当に、うちこれ似合わなかったらもうどうしようもないじゃん。でもせっかく、いやでもちなつ大丈夫でしょ。あ、なるほどね。結構お腹出てるよね。そう、あ、でも私、え、どうなんだろう。あ、でもうちそんな出てるかな。お着替え中です、今。おお、うちあんま出てなくない？こっち、え、いや、あんま出てない。なんで？どうして？そんなに変わる？めちゃめちゃ素敵やん。超似合ってるよ。ちょっとやっぱね、なんかめっちゃ似合ってる。やっぱ一目見て分かりました、私ならいけるって。ね、ちゃんとやっぱ似合うね。ここ開けてほしい。お書類大丈夫ですか？開けて。あ、お願いします。ちょっと確認しますね。あー、なるほど、いきます、はい、こんな感じで、こんな感じで、ね、はい、はい。髪の毛ぐっちゃぐちゃですけど大丈夫ですか？そのなんか毛玉できてないくらい大きい毛玉が。こんな感じで、はい、オフショルにもなりますよっていう感じの、すごい。あ、ちらつちゃんと見えてんじゃん、こっち。お洋服ですね。で、ちょっとこのこれがね邪魔だっていう人は、うん、これ縛ってって言ってた。あー、ほんね。でも縛んない方が可愛くない？縛っても可愛いんじゃない？だから私は縛った方が良かったのかもしれない。お腹出しぎちゃうから。うん、私だとちょっと腹チラぐらい。でも本当に多分インナーちゃんとこういうの着ないと無理かなっていう。うん、確かに。いや、でも夏はもう腹ぐらい出していこう。いや、いい、夏は出していこう。ただそれはうちにとってはカーテンとかだから、もうひらひらひらだね。カーテンは厳しいですね。ちょっと私には短かったんですけど、という、こんな感じの、可愛いですよね、これ。こんな感じのご紹介、可愛いな、素敵ですね。いただきます。じゃあネットの方で販売してますので、ね、あ、はい、ネットの方でもぜひ。では続いての商品のね、ご紹介させていただきたいなと思います。はい、続いてですね、ちょっと、はい、舵切れるかな。え、切るのまだ緊張してきちゃった。はっ、これは素敵ですね。こちらですね、はい、ジュエティ。違うね。違いました。すいません。こちら。めちゃめちゃうなずいてみた。ブランド間違いの。あと。そう、ジュエティだと。こちらですね、ビームスですね。ビームスですね。すね、とても可愛らしい、はい、トップスの。ここにもね、リボンがあって。あ、素敵。ここも多分縛った方がいいのかな。可愛いですね。ちょっとこちらですね、結構値段が張ってしまったんですけど、はい、まあちょっとちっちゃいことは気にするな。はい、ね、それで頑張ってますか、はい、私たちは。そうですね、ちょっと今回はちょっと頑張った自分にいいコンビ。えらい、あなたはとても頑張ってます。セットリストとかいっぱい決めてくれるんです、ちなつは。陰でたくさん働いてくれてるんですよ、セットリスト。おばさんだからね、これ綺麗に縛れる。うちリボンマジで、うん、え、くしゃくしゃにそうなの。え、マジちょっとやめてね。ちゃんとやってね。一個むずくない？じゃあ嫌いだよ。うちも難しい。
すごい、どうやったの。何が、まだ何もやってないよ。あ、なんかさ、こういうあ、いけそう。あ、うちやっぱ自分でやった方がいいかな。あ、いけたよ。どう。え、いや、なんか待ってね、折り紙みたいな。どう、ね、どうしたらいいの。どう、ね、多分さ、ダメだ。一回縛った方がいいんじゃない。うん、くしゃってなっちゃうじゃん、うちがやったら。いいの。やだ、それ私やりたくない。ね、むずいね、これ。人のやつそんなにやりたくない。プレッシャーかも。うん、大プレッシャー。あ、これむずいね。綺麗にリボン縛れないと着せられない。こう、こうして。え、むずくない。うん、私は嫌だ。あ、いけそう。でも縦結びになっちゃう。まあ、いっか。とりあえず今だから。だね、感じで。これをね、ちょっと今あやさんに着こなしていただきたいと思います。はい、わかりました。こちらの商品は人気なんですか。こちらの商品ですね、私が好きなインスタグラマーさんがちょっと来てましたの で、 そうですね、チェックさせていただいて。まあ、そこにはね、あのちょっとタグとか拾わずに見てたんですけど、うんうん、今日偶然ビームスに入ったら、あれ見たことあるなってなって。あ、なるほど。 あの時のだってなりましたね。素敵ですね。こちらの商品の方ちょっと、はい、試着してもらいたいと思います。はい、と思います。自分で買ったものを自分より先に着てるっていう。でもあの色なら、あの色味なら多分梶島さんも多分似合うと思いますね。こんにちは。あ、こちらですね。こちらの商品ちょっとお値段の方は控えさせていただきたいと思います。先ほどの商品もちょっとお値段の方はちょっとお控えさせていただきますね。ぜひあの気になってほしいなって思った人だけはあの調べてください。ということですね、あの今お着替え中ですので、もうしばらくお待ちください。まあでもね、結構前の方に置いてあったので新作ではあるのかなと思いました。あ、着替え。ジャープー、洗濯やっちゃおう。ジャープー、汚れやっちゃおう。似合ってないんだけど。気分は張りまくった。うん、洗濯やっちゃおう。飛べそう。かわいい。ミスターさん、お疲れ様です。何買ってきますね。買ってください。ビームスです。こちらの製品ビームスになります。あ、かわいい。ちょっと似合わないね。そうですか。うん、え、かわいいじゃん。うちこれで帰る今日。似合う。でもそれインした方がいいんじゃない。はてはて、インした方がいい。いた。ちょっとね、インしてお着替えしていただいて。シャってなんないかな。あ、全然いいよ。シワついいいよ、全然。どうせ切るから、いずれ。ちょっとね、インした方が可愛いと思いましたので、ちょっとインさせていただきたいなと思います。インした方がいい。まあ、インした。ザプー、洗濯やっちゃおう。ザプー、汚れ洗っちゃおう。ザプー、どうしようね、うちこのネタ知らないんだけど。何ですかこれ。ののかちゃんが歌ってる。見たい。ね、あ、CM だ。そう思い出した。ののかのだ。ののかって言ったののか。呼び捨てしない。年下みんな呼び捨て。ザプー。はい、こちらの方にも、こちらの方ですね、まあ、襟が特徴的っていう感じなんですけども、このボタンがですね、ヴィンテージっぽくてちょっとお高めに見えますよっていうブラウスになりますね。あのお色は多分こちらの色一色になります。まあ、ポイントは多分こちらの袖にあるリボンだと思うんですけど、内側についてるっていうのがポイントですね。はい、今回ちょっとそういうなんかピラピラのものをちょっと目盛りしていっぱい買ってしまいました。はい、では続いて私もお着替えしていきたいと思いますので、一旦お着替え戻っていただいてもよろしいですか。迷子のあやー、お着替えの方に行ってみたいと思います。それでは続いてはね、私が着替えてみたいと思います。そうなんですよ、かわいくないですか。めっちゃいい。ちょっとこれ次の衣装に取り入れたいな。可愛いと思って、ね、いいと思ったものね。気温の変化に合わせて。そう、寒いと思ったら閉めるし、暑いと思ったら下げるしみたいな、ね、ちょっと
いろんなねデザイン案はねしっかりチェックして次に生かしていこうっていうスタイルですので、決してパクったわけじゃないですよ。流行りっていうのはねみんな巡ってくるものですから。かわいい、夏にこういう感じだったらめっちゃかわいいなって思いますので、ちょっとなんかなんだっけ、チャックじゃなくてこういうなんかさカチンみたいな、最近ちょっとスポーティーな衣装を着てるところが多いんですけども、アイドルさんちょっとね2期までスポーティー感はあんま出したくないので、それのチャックバージョンでちょっと考えてみたいなと思いますね。でもそろそろお着替えの方が終わるのかな、ちょっと私も一旦お着替えしてみたいと思います。それでは行ってまいります、はい、しました。はい、どうぞ。すごい素敵な衣装でしたね。もう売り上げ好調だろうなって思います。リボン、何リボン、袖のリボンが気になる、可愛いね。あれ裏についてるって、なんか脇の下から出てる感じになりますね。なんか私下手だな、なんかもっといい言い方あるような脇の下からっていう言い方ではなくて、あの肘の裏からでも違うよな。すごい難しいですね、インスタライブでやってる方も。なんか見てると本当買いたくなっちゃうような説明をしてるから、私もできるかなって思ったんだけど無理でした。あ、ドラ君ありがとうございます。だるまいただきました。竹、お、なんかめっちゃギフトもらってた。竹玉くん、あー、イスありがとうございます。酒井さんだ、似合うって来てる。だよね、どっちが好きしたか。酒井さんめっちゃだるまくれてます、ありがとうございます。袖に巻きつけるリボンが可愛いね、めちゃめちゃ可愛いね。着替えの方終わりました。終わりました。あれ、なんかすごい、ちょっとね、今回ですね、マジ色が合わないね、これてか見たことあるでしょ、それ持ってるでしょ、ね、なんか持ってるよね、なんか見たことある気がするっていうぐらい馴染んでるね、なんか素敵、やっぱめちゃくちゃ可愛いです。フィーリングが当たってましたね。じゃーん、こんな感じでちょっと袖の口調のリボンが特徴的で、いやマジ可愛い、いやなんでだろうって思ってる今、なんでなんで着れるんだろう、顔の系統だよね。でもなんかな、うち、ん、は、うん、その髪型だったらいけたのかな。だってうちもこれ着れないもん。マジ着れるけど落ち着いちゃいそう。あ、そっか。でもこれ着ても可愛い系になりそうだよね。多分こっちの逆に大人っぽくは見えないと思う。うえー、すごい、正解が出たって来てますか。あ、これが正解です。下からねこうリボンが出てちょっとなんか下手だったんで、もうちょっといい方したかったのこんな感じで、あ、可愛い、え、可愛い、なんでちょっとでもこのトップスめっちゃ珍しくない、うん、デザインが、まず脇の下リボン、いやこれめっちゃ可愛い、脇の下にリボンつけるってさ、めっちゃさ天才だよね。どういう発想なの。めっちゃヒラヒラするやん、ね、下だよ下だって。でもなんかここについてると多分ちょっとブリッチャーすぎなんじゃない。うるさすぎるね。ちょうどいいんだと思う、ここにちょっと手上げたら、あ、ちょうどいいんじゃなくてちょうどいいんですよ、そういうことにしてみました。どういうこと。はい、どう、今回のデザインはこういう、ね、このリボンはここにつけちゃう、ちょっとフリフリすぎて着れないなって、こっちにつけてる、脇の下リボンって覚えてください。脇の下リボンです。では最後のね、最後の取り出ですね、こちらジュエティの、ジュエティ、これがジュエティ、これがジュエティのお洋服になっているんですけども、こちらね YouTuber の中町あやちゃんが、あ、そうなんですね、これの黒をね着てたんですけども、まあ、ちょっと黒か水色かでベージュ3色ありますからね。3色ありまして、一番人気があるのがベージュ、いや一番人気なのが黒で、黒はあのネットの方ではもう購入不可ということで店舗の販売のみになっておりますね。もう一番人気のベージュがもう店舗にもない。いや店舗にはいっぱいベージュいっぱいあったんですけども、うんうん、店舗の方にベージュがいっぱいあって、これもともとね作品こちらの商品、あの絵みたいだもんね。こちらの商品、あの旧作もあって、こちら新作の方なんですよ。なんか新作はこちらが交互のデザインになってる。はい、そうなんです。その配色がねちょっと違うんですけど、そうなんです、ね、旧作はこれが全部版っていう感じ で、 そうなんです。こちらの方ちょっと先にね、はい、お着替えしていただきたいと思います。ここでもう着れるね。あ、でも、そう、あ、でも、あ、なんか今日一、
ブル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 どうですか？どうもりやったことあんのかじ？持ってるんだ。あ、そうなの？持ってないけど、姉ちゃんがスイッチ。そうなんだ。うん。何してんのって言われたよ。え、こちらの商品ですね。初盛りだよ。でデザインの方がマイデザインで作っていただいた。え、かわいくない？どっかの村の誰かさんが作ったマイデザインの方からこのインライン怖すぎる。めっちゃ怖い。かわいい。これ私似合ってる。え、いけそうじゃない？これみんなおはようって言ってこれで入ってきて、なんか幼稚園児寄ってきそう。はい、みんな行くよー。行くよじゃないんだから。うん、こんな感じのね、新作の方を来ていただきました。動物の森のマイデザインで、ね、どっかの村の誰かさんがデザインしたものから作ったワンピースになります。はい、まあ生地がですね、ちょっと、はい、なんていうんですかね、コースターみたいな感じで、ここにコップを置ける感じの素材。何個置けるかな、ちょっと、ね、すごいたくさんお人数。ちょっとここの長さ調整していい？はい。うん、自分で着ないと分かんないから、ね、でもうちなで型だから、ちなつ着るときまた変えないと着ないかも。なるほどね。ファーラファー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 。家事どう思いとかセンスなさそう。いや全然やってないよ。やったほぼ興味持ったことない。申し訳ない。カジの村とかマジはちゃめちゃそう。いや別に配置とかどうでもよくなっちゃうだろうね。絶対そうだよね。なんか花とか綺麗に植えてたりするじゃん。うん、なんでだろうって思う。うち木すら植え直すもん。ほらうち抜きたくなっちゃう。人の草生えてても気にしないでしょ。うん、全然気にしない。だからうち牧場物語のが向いてる。ああそっち系ね。うん、そうそう、置くのじゃなくて抜くのが好きなの。あ、なるほどね。そうだからそういうこと。長さ違うね。どうでしょう。やっぱスプラトゥーンっしょ。ちなつあれじゃん、ライト持ってんだからスプラトゥーン3買いなよ。大丈夫。ファー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 。こんな感じで、ちょっとおこれ着てチェキやってほしい。だってチェキ会これでやります。次次ね。あ、今日もこれで行こう。あ、いいよ。いやだよ。でも水色だよ今日。そうだ、あ、そうだ、今日ジャケシャジ言っちゃった。あれ言ってないっけ。言ってよかった。ジャケシャ衣装で今日やるんで。竹玉さんアイスありがとうございます。竹玉さんアイスありがとう。いた。ゆいちゃんハートありがとう。どうですか、若ちこやるとリボンが出るのか。本当に可愛い。わかって分かんの時にリボンが開くする。わかん。本当チコっていつも言ってるやつだけど、わかって感じ出るからね。素敵。似合わないって、似合わないねって、なんかおもろい。では続いてそのお洋服を私がね、着ていきたいと思います。どうします？着なくてもいいんですよ、私が。いや、着たいんでちょっと脱いでもらっていいですか？すぐ脱げるから。脱ぐって脱ぐだけ。伸ばすなよ、伸ばすなよ。伸ばすなよ、絶対伸ばすなよ。大切に。大切に。下から脱げばいいんだ。下からの方がいける派なんだ。下からの方が、上の方が、あと腕が。あ、怖いね。はい、え、うちいけるかな。いけなかったらどうすんの。あなたのやつなのよ。え、このさ、うん、このトップスでいけるよね。あー、やってみな。グレーのやつ。あー、うわ、どうだろう。ちょっと着てみて。鏡そこにあるでしょ。うん。でも夏はそうやって着たいの。なるほど、なるほどね。イエイイエイ。乗ってるかい、みんな。カジは私服が一番いいかもね。落ち着いてて。
みんなよかったら今度私のツイッターのリプラに着てほしい洋服を送ってみてください。すごいサマー感やばくない？やばい、ちょっとそれ出ていいのかな、ちょっと待ってえ、だってさ、え、違う、でもうちこうやって着ようとしてんのよ夏。いやなんか違うかも、バケーションすぎた。すごい一気に真夏が来た。それ出れる？サマーバケーションで出れる？それでいける、うん、あ、これ着ればいいんだ。ちょっと一瞬ちょっとバケーションがねすごいわ。あ、足元気をつけて、まだ暑いかも。はい、サマーバケーション、ちょっとこれ羽織らせてください。はい、バケーション行き過ぎてしまいそうだったのでちょっと少々お待ちくださいね。このままね、夏だったら多分大丈夫なんだろうけど、今春だから。ここ夏に行きそうだったね。あ、これめっちゃ素敵。あ、いいと思います。ちょっと隠して、はい、じゃじゃーん。腕の方はね、ちょっとバケーションすぎるって指摘が入りましたので、うん、でも可愛いですね。ちょっとここはまだ見せられないよって感じで、はい、こんな感じです ね、 ですね。あの、私キュッとワンピースの丈になるんです。そうだね、私じゃあちょっと短い、ちょっと短いね。私は162センチになります。あ、私は 157.5 センチ。いや、点点もいらないそしたら私も 162.5 センチなんで157.5 センチ、5センチいらないな、はい、の身長だとちょっとワンピースの丈になります。そうですね、バケーション、サマーバケーションだよね。うちちょっとくしゃみでそう、うん、どうぞ。大将大将バイ。夏はくしゃみは1回じゃ終わんないんですよ、絶対2回以上するんで。え、かわいい、かわいい、素敵、めちゃめちゃかわいい。ダメなのこれ、うん、脱がないでくださいダメ、ね、脱がないでください。マネージャー NG が入ったので、うん、でもこれめっちゃかわいくない？かわいい、めっちゃかわいい。やっぱね、でも買った人が着る。え、ベージュ、え、ベージュの方がかわいかった。え、ベージュ着てないから、うん、ベージュの方がかわいかった。え、多分水色の方が可愛い。いや、ベージュですね。水色か黒で悩んだんですよね。ベージュだよね。というこんな感じのちょっとお洋服をちょっと今回は、はい、素敵でした。購入させていただきましたので、インスタライブの方をちょっとね、はい、見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。よかったです。とっても。いや、めっちゃ可愛い。いや、やっぱいいお買い物しますよね。え、今日めっちゃいいもの見つけたよ。うん。いや、それはちょっと夏すぎですか？バケーションすぎな。これ多分夏になったらいけますよね。ちなみに水色似合うよ、だって。やった。でもこの状態で外出ちゃダメって言われた。そう、それはちょっと出ちゃダメですね。やっぱり。カジは今日緑着てます、ね。はい。カジも洋服買おうかしら。夏ですから。しばらく洋服は買ってないですね、多分。うん、ちょっと、あれで買ったわ、村瀬さやさんが好きすぎて1個買いましたけど、それはもうグッズなんで、私にとっては。こちらの方綺麗に畳んで、あ、素敵ですね、しまいたい。はい、こちらの商品はネットの方で販売です、ネットの方で販売されておりますので、皆さん、ぜひ気になった方はチェックしてみてください、はい、よろしくお願いいたします。沖縄行きたい。どうぞ。沖縄行くしかって言われた。どうぞ。沖縄行きたい。行ったことない私。でもこういうさ、うん、網のさ、この。うわ、ほつれピン。ほつれめっちゃ気になっちゃうんだよね。どうするの、するの。こういうのを、うん、あ、なるほど。安ピンで、シューシューって。そう、ねじ込む。緩めて。緩めない。あれ、まあ、周りに。奥に差し込んで。奥に差し込む。これ安ピン持ち歩いてます、この人。視界に入らないようにして。なるほど。気になったらもう。安品で入れてる。しばらくってどれくらいって覚えてないよ。でもしばらく買ってない。でも洋服でそんな頻繁に買わないです。てかうちもね、うん、今日久々に服買ったんだよ。まあ、買いに行く暇もね、うん、あんまりなかったし、ね。今シーズンね、買う暇がなかった。うん。そうそう、どう？ん？あ、いい、すごい、魔法のようです。ちっちゃい頃からこういう糸のほつれがめっちゃ気になって。うん、気になって新しいの買うぐらい、すごい気になるじゃん。大型なんだ。そう、なんか、なんていうんだっけ、そういうとこ。几帳面。几帳面、うん。こだわりがひどいよね。ああ、でも大事だよね、うん。そういうちっちゃいこだわっていかないとおしゃれにはなれないと思う。テーブル曲がってんのとかもダメ。ああ、なるほど。ちょっと気をつけて、みんな。テーブル曲がったら直すんだよ。うちのために。そうだよ。これ、なんか違うね、これ。どこでも違うのもな、気になっちゃう。気になっちゃう。気になっちゃう。いや、今度じゃあ、ちなつに洋服を選んでもらいたいと思います。じゃあ、あれだ。何？サイン会みんな、
今日申し込み中です。よろしくね。私19時から。違うよね、うちら。うちら毎回回違くない？うちらはもう一緒一緒にならないんだ。え、ダメになったの？うん、本当にダメになっちゃったの？できん。なんかちなつと一緒にやっちゃダメって言われた。なんなの？うるさいからって。いいじゃん。初期に2人でやってすっごい押した時があったんだよ。そう、ものすごい押した。で、そっからこの2人は一緒にしちゃダメって怒られた。喋りすぎるからダメ。楽しいんだよ。いいことだよね、喋りすぎるな。素晴らしいって。みんな的にも喋りすぎてもらった方が嬉しいじゃんね。まあでもね、分かんないけどきっとね、うん、スタッフさんはもう早くしてくれ。そうだよね。申し訳ない、申し訳ない。ここからまで、え、でももう大人な、もう大人だったからいけるよ。お願いします、マネージャーさん。一緒にしてくださいね。あ、本当ですか？うん、でもなんか最近私一気分けるとき一人だよね。本当？二人一緒になること一緒。あ、いいんですよ。全然あのそれがイエーって言ってるわけじゃなくて。え、偶然ですよ。偶然か。偶然。ほえ。そうなんだ。また見つけちゃった。ここで発散してください。ショールーム、ショールーム組。ここで多分一緒に いるとしゃべ、なんかバランスよくやっぱ分けたいやん。喋る人と。確かに。ものすごい喋る組とものすごくおしとやかな組で分けたらどうなる？ニキ、チーコちゃんと、うん、まーちゃんと、うん、いや、島崎が喋るよね。喋るね。じゃああれ、あ、でもえ、島崎喋り出す手止まるから。ゴーさんか、じゃあ。そう。あと誰だろう。ほーちゃん。え、でも佐々木意外と喋んない。喋んないか、言っても、うん、じゃあサイン会中喋んない。そっか、ほーちゃんも多分うちと一緒で一個のことを集中タイプだな。うちはの手止めて。なんか前にね、一緒にやった時にね、うん、全然喋ってなかった。マジで？うちと2人でやった時やばかったよ。前回多分4-4だったじゃん。あ、そっか。青組とピンク。だ、違うよ。あれ？違う。ちょっとけ。サイン会？うん。島崎と、うん、佐々木と、うん、まーちゃんだ。まーちゃん行ったのか、そっち。そう。あ、で、島崎はもう全然書き終わんない。めっちゃゲル。そうで、まーちゃんはまあ普通にいつも通り、うん、で、佐々木は喋んない。ああ、意外と。あんま喋んない。意外と集中してやってる。お、なるほど。お絵描きを。お絵描き。そう、うちらもでも割と静かにやってたね。ほんと？うん、だから落ち着いてきてますよ、やっぱり。じゃあこのきっかけにちなつとうちをくっつけてみようっていう。そろそろ一回やってみる。まあ静かだと思うよ、逆に。うん、逆に久しぶりでなんか気まずいみたいな。緊張しちゃう。気まずい感じになると思います。これいちいちリボン外した方がいいのかな。うん、アイロンかけて頑張っていっぱい着よう。うん、それがいいさ。今何時？買い物行きたいんだよ。何買いに行くの？服買いに行くの？3時ちょうどですか、うん、めっちゃ暇だ、うち3時ちょうど暇。あ、ちょっと開くんだ、ね、じゃあもう向かえばちょうど買い物して向かったらちょうどいいぐらい。確かに。まあね、君は開くから。うわー、ちょっとさ、早めに行けないかな。行けるよ、うちらのところに開いてるもん。予定入れちゃったの、この後。あ、そういうこと。そう、でも絶妙に時間質問してみようかな。あ、聞いてみる、ね、意外とありかもよ。かわいいこの洋服ね、素敵です。素敵ですね。じゃあもうそろそろ終わりましょうか。700人ケーキ。明日はどこで配信しようかな。夜かな。明日は夜な気がします。11時ぐらいからかな。うわ、明日あれじゃん。夜11時ぐらい。お、緊張するね。そうだね。緊張しますよね。うん、緊張するね。思い出した、明日私結構スケジュールパンピンポンね。気をつけないと。家事、朝からネイルに行くのですよ、明日は。ネイル行くの？そう。なんで？22日があるから。
大事なライブの時は爪ポンって飛んだら困るからいいのちゃんとやってもらうんだ。いいの。今日朝から爪を取ってきましたよ。明日は朝一からネイルをやりまして、そしてその後にあれがあってで、あれがあってライブがあるんでね。よろしく。ライブの衣装が素敵ね。何ですか。見た。見てない。ライブの衣装素敵ですよね。え？言ったら変えられなくなっちゃいますよ。怖いこと言えないよ。でもなんか聞いてない人いるからまだわかんないんで。大丈夫かな。かわいい、うん、めっちゃかわいい。みんないけるかなっていうとこはまだそこあれだけど、まだ今のとこメールは来てないから。え、自分の靴履いていいかな。いいんじゃない。それはうちあれでいけるから。あ、ちなっちゃいから、ぺったんこでちょっと。ちなっちゃんちっちゃいからな。あれじゃあちっちゃいのあれじゃん。本当にあれがちっちゃいのよ。めっちゃちっちゃくない。そう、ちっちゃいからね。みんながね、高いの履いてるからね。自分の衣装の靴持っていこう。明日の衣装はね、とっても素敵じゃないですか。うん、来た方がいい。楽しみです。よろしくお願いします。あとインターネットサイン会、あ、いいの、インターネットサイン、ありがとう。インターネットサイン会がね、みんな申し込みしてくれるかな。家事の格言付きにするよ、毎年恒例。え、今回サインのみだよ。サインのみ。うん、メッセージなしですか。うん、やばい、格言なしです。ごめんなさい。宛名サインですよね。いつものやつかと思っちゃった。え、うちもそう思ってたの。そしたら違うの。じゃあ昨日言われた。毎年恒例はできないみたい。アテナサイン。そっか、アテナサインだけだった。ごめんね。やばい、ちょっとツイートしちゃった。しかもティーパレさんもリツイートしちゃってたな。ちょっとごめんなさい。ちょっと一回なし。じゃあ思いを込めて書きます。サインにね。やばい、これを楽しみにしてくれた人がいたかもしれない。いや、申し訳ない。共演の字で、あれ言う、あのサインして、メッセージ生放送でやればできるとかそういうの 言うんで、うんうん、ごめんなさいね、こちらで。うん、松尾さんこれダメだよ、ショールームだから。ダメだ、ショールーム前言っちゃダメ。うん、うん、水の前を塗った。うん、お父さんこれ。いや、今また言ってる。うまいな、うまいな。芭蕉さんって言えばいいかな。芭蕉さん、芭蕉さん、芭蕉さん。うま、900人も見てんの、うん、ちょっとうちの方にもコメント書いてくださいよ。いや、この通知しか来ない。あれ、めっちゃ来てる。うん、なんかあのね、あんまりね、コメントね流れないよ。こんにちは。隣の女の子は親友ですか。隣の女の子はメンバーのリーダーです。親友ですかって誰が言ってんの。ピーマンさん。ピーマンだよね。親友ですかって面白いね。ピーマン、今日ピーマン色です。でも君のアバターアボカドだよ。アボカドうちにあるよ。じゃあアボカド嫌い。そうなの、うん、めっちゃ美味しいのに。え、マジ、うん、ダメだ、苦手。マジ親友ではない。うん、親友じゃないです。親友ではないな。だって心開かれてないもん。この人は親友じゃありません。親友じゃないですか。ジーはどっちかって言ったらお姉ちゃんっぽい感じ。心を開いてもらえてないから。うち、うん、親友ではない。すごい開いてると思うけどね。これ開いてないの。親友に話してることでうちに話してないことあるでしょ。うん、ある。じゃあ親友じゃないです。いやいや、じゃあダメなんだ。だってそれ言うても何のこっちゃわかんない時あるよね。多分多分だけど。親友マジ小学校からとかだもん。すごいね、うん、東京来た。え、どういうこと。東京に来た。あの、お仕事決まって。うん、そうだから、もう家、いや、うちも千葉だから近いわけじゃないけど。みんな上京し始めた。山奥から。そう、みんな、そうそう。アクセスのいいところへ。そう、アクセスのいいところ。えー、うん、
マニー。でもうちの親友いるね。いるんじゃない。でも大学の友達だな。ね、ああそっかそっか。まあ年月は関係ないよ。なんかね、中学小中の友達は、うん、もうなんか高校でバラバラにやって。ああ寂しい。高校の友達は帰っちゃったから。うん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 。なるほどね。そうだから今ずっと一緒にいるのはね大学の友達。わあ素敵やん。でもめっちゃいいじゃん。でも大学行ったら本当に自分のなんだろう。自分と会う人しかさ、うん、そっか、つるまないじゃん、うん、わざわざ喋らなくなるもんね。そうだからね、いいのよ。なるほどね。やっぱ高校ね、ある程度ね、確かに箱だからね、コミュニティのために頑張るじゃん。うん、でも大学はそういうの気にせずに仲いい人とだけ仲良くするから、仲いい人とはめっちゃ仲良くなる。そっか、長く仲いい、うん、言われますね。新しい友達はやっぱ少ないかな、もう全然。あ、昔からの友達、その親友2人、友達2人しかいないみたいな感じだもん私。え、でもうちもなんだよ、うん、いやもうみんないない。あー寂しいよ。寂しいよね。友達募集です。募集中です。友達になりたい人、あれしてください。 LINE の URL QR コード、 Twitter で晒してください。お願いします。いやダメだよ、みんな大切にな。いやということでした。終わり。カジーは買い物行ってくる。ペッペー。お菓子止まんない。止めて。チームメイトだね。チームメイトです。私？うん。チームメイト。でもチームメイトって言うけど、うち千夏はプライベートの相談しない。なんか Wi-Fi がなんだとか、そういうこれどうしたらいいのってこの人に食べちゃう精神きますよ。うちグループの相談されたことないかも、カジに。うん、うん、うちあんまり しないかもしれない。まあ、じゃあカジしないんですよ仕事の悩み相談しない難しいじゃん、だってそれって、うん、自分で解決できないんだったらダメじゃないってなっちゃうからさ、うちの悩みって結構、うん、うちは、うん、まあちゃんはさ、うん、ほとんど最初から同じさあれじゃん、なんだろう、一じゃないけど、うんうんうん、同じスタートしてるからさ、そうだね、悩みもほとんど一緒なのだろうな。だから多分喋りやすいんだと思う。かもね、仕事の話は。確かに。でもさ、うん、カジはさちょっとそこ違うじゃん。そうだね、スタートスタートがさちょっと違ったから、位置が違うから。てかうち同じがいなかったしね。うん、そうだね、うん、そういう走り方しかしてこれなかったから分かんないんだよね、うん、一緒にみたいなのって意外と。だから2人がいるっていうのがうち的には超ラッキーだったって話よ。カジ仕事の悩み直接社長に言ってそう、うん、社長か、社長に相談か。どうだろう、ビビっちゃってできないかも。嘘できるかな。あ、本当になんか言わなきゃみたいなのは言うけど、うん、ちっちゃい、なんか何例えばどうしたらいいんですかとか言えない。本当にこれをこうしたいんですとかで決まっ、うん、結論が出てるものを言うことあるけど、うん、そうね、うん、相談。でもあんまり仕事の悩みないっていうか、うち。わあ素敵やん、それもちゃんと仕事の悩みって具現化できるってことでしょ、だって悩み、あ、これしたいとかあれしたいとか、うん、うん、悩みっていうと、なんていうの、行き詰まったなって感じる時、多分悩みってさあれじゃない、立ち止まる時とかくすぶる時やん、うん、だから千夏はちゃんと悩む前に解決策練れるタイプなんじゃない、うん、だからすごいんですよこの人は。容量いいんだよね、うんうんうん、だと思う。悩みがない、うん、悩みがないのが悩み。いや、いいことやって。あ、そうだ、昨日めっちゃ悩みベッキーさんに聞いてもらった。あ、そうだった、それは大悩みだった。でもちっちゃいことは気にするな、わかちこわかちこ、バイバーイそうじゃん、そこまでワンセットだから。バイバイ。ちっちゃいこと気にしてないんだよね。食べたらダメ？え、いいよ。いいの？うん、最近なんか心広いよね。
え、ここにもあるもん。もともと心狭かったっけ。狭くない、ね、あんまりそうやって感じたことないんだけど。そういらない。なんで？私メロソーダ嫌いだから。うわ、いや、うちの本結構厄介じゃない、こういうタイプで、うん、うちは。やだ、パイン飴のメロンソーダがめっちゃ美味しいの。いきます。いや、割れてた最近。そうだよ、そうだから最後に食べようと思って。マジで食べちゃった。でもいらない。ごめんね。さあ、最近ね、こうお菓子持ち歩いてね、みんな配ろうとしてちゃうね、うん、食べる食べる食べるってやるよね、おばさんみたいじゃない。いや、それは昔からなんか感じるよ、くれるんだ。なんかすごい量。やばいね、お菓子のゴミやばい。ちょっと待って、これさ、しんとんね。いや、うち今これ携帯使っちゃったんだ。やばいね。やばい、終わりしなきゃ1000人いっちゃった。え、どういうことで。その1000人こっち来てくれないかな。みんなこっちに移動してください。私お買い物行ってきます。それでは一緒に寝て、お手を拝借せーの。以上です、バイバイ。違う、あれ、こっち、こっちだ。